マルガリータ・ドロビアツコは、モスクワ生まれリトアニア出身の女性元、フィギュアスケート選手。パートナーは、夫でもあるポビラス・バナガス。2000年世界フィギュアスケート選手権3位。1992年アルベールビルオリンピックから2006年、トリノオリンピックまで、オリンピック後大会連続アイスダンスリトアニア代表。 パートナーのバナガスと共にフィギュアスケートの歴史上唯一5度のオリンピックに出場した選手である。1971年12月21日、ロシアのモスクワに生まれ6歳の頃にスケートを始めた。オレグ・グラニオノフとのカップルを経て1990年にトビラス・バナガスとカップル結成した。1992年、 いずれも初出場であった欧州選手権は15位、アルベールビルオリンピックでは16位、世界選手権は17位に終わる。2度目のオリンピックとなった1994年、リレハンメルオリンピックでは、前回より順位を上げ12位となる。1995から1996年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦を果たし、 また初開催となったスケートイスラエルでは優勝を飾った。三度目のオリンピックとなった1998年、長野オリンピックでは8位だったものの、同年の欧州選手権では自己最高位の6位入賞を果たした。翌1998から1999年、シーズン、スケートカナダ、ネーションズ杯 NHK 杯で3大会連続で、 表彰台に上り、グランプリファイナルに進出を果たした。1999から2000年シーズンには、スケートカナダで ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り、グランプリファイナル、2000年欧州選手権及び2000年世界選手権で、それぞれ3位となり、リトアニア選手として、初めてメダルを獲得した。この実績により、リトアニアの国家勲章である、リトアニア大公、 ゲディミナス勲章を受訓した。同年6月、パートナーでもあるポビラス・バナガスと結婚。4度目のオリンピックとなった2002年、ソルトレイクシティオリンピックでは5位入賞に止まり、メダル獲得は叶なわなかった。直後にアマチュア引退し、プロスケーターとして活動を始める。2005から2006年シーズンにアマチュア復帰。トリノオリンピックに出場したが、7位に止まった。 2006年世界選手権後、再びアマチュア引退し、現在はプロとして活動している。現役時代は強気の発言で有名で、2002年ソルトレイクシティオリンピックでイタリアとカナダのペアは点灯したのに、自分たちより順位が上なのはおかしいと発言したり、2002年で世界選手権で4位となった時は涙ながらに抗議した。 他の20組の選手も、リトアニア組が3位であるという署名運動を起こすまでの騒ぎとなった。しかし、この時期、スケート技術が以前と比べ荒くなっていた。逆に3位のチームはコーチを変え昨年と比べ、エッジワークが上達していたとのジャッジの意見もあった。ありがとうございます。